こんばんは。6時のニュースをお伝えします。依存症に悩む若者が急増している昨今ですが、今回は落書き依存症の方に坪浅アナウンサーが直接インタビューをしてきました。こちらをご覧ください。はい、坪浅なんですけれども、こちらに、住まわれている方が落書き依存症の方なので、その方にインタビューしていきたいと思います。はい、こちら。あ、すみません、はい、お邪魔します。越宮照樹さん、31歳。高校生の頃、落書き依存症を発症。一度は就職するも、周りの目が気になり、すぐに退職してしまいました。あ、越宮さん、本日はインタビューにお答えいただいてありがとうございます。越宮さんが落書き依存症というのを発症してしまったその理由とかって何だったんですか？僕は高校生の時に修学旅行で寝てる友人に落書きをさせてもらいまして、そこから、癖になったっていうか、そこから止まらなくなったっていうのが原因かなと思います。はい、そこからその、現在に至るまでずっとご自身も変わった顔に落書きをされてるんですか？はい。ちなみにその社会人になってから会社に勤めるときとかはどうされてたんですか？僕自身147社面接を受けさせていただきまして、1社だけその落書き OK っていう会社がありまして、そこで1年間営業マンとして働いてました。ただその取引先とその落書きに対してクレームが入っちゃって、それでクビになりました。落書きが原因でなかなか就職できない中で、やっと就職することができた会社。しかし、こちらでも落書きが原因で約1年で会社をクビにされてしまいます。それで現在はその外の方に会社には出勤されてないということなんですけれども、失礼ですけども、ご結婚の方は？あ、してました。ただその半年間ずっと妻の顔にも落書きをしてしまってて、それが原因で出て行かれてしまいまして、僕ってその人の顔にも、こう自分の顔だけじゃなくて人の顔にもこう落書きしたくなっちゃうんですよ。ああ、そうなんですね。で、今はそのこちらのご自宅でご自身で こちらで一人暮らしをされているんですか？ああ、いや、友人と一緒に。え、どちらに？ああ、こっちの部屋にいます。あ、はい、はい、いいですか、ちょっと、はい、すみません。どうやら越宮さんは同居人の方と2人で暮らしているとのこと。あ、こんにちは。どうも。失礼ですけどお名前をお伺いしてもよろしいですか？麻生です。麻生さん、麻生さんもその先ほどの越宮さんと一緒で落書き依存症の方なんです。まあ、見ればわかるでしょ。あ、すいません、失礼。越宮さんは落書き依存症という同じ悩みを抱えている麻生さんと一緒に2年前からこちらで生活しているそうです。彼と僕は2年前に知り合いまして、こうやって街を歩いてたら顔に落書きだらけの男がいて、一目で気づきました。彼も同類だって。で、そこから気づいたら2人で遊ぶようになって、今でこうやって一緒に暮らしています。この苦しみを分かってもらえる唯一の理解者ですからね。ちなみに今麻生さんお仕事の、やめてください。あ、すいません、つい。お仕事は今何をされてるんですか？仕事は2年前まで医者をやっていました。でも僕の顔が気持ち悪いと患者さんから苦情が来まして、それがきっかけで辞めました。じゃあ、すいません、失礼しました。お二人ともその落書きが原因でお仕事の方を辞める。あ、やめてください、すみません、やめてください、すみません。現在二人は外での仕事が落書き依存症によりできないため、主にパソコンを使ったプログラミングの仕事で生計を立てているとのことです。本日はインタビューにお答え
いただきありがとうございました。インタビューに答えていただいた星宮さん、麻生さん、ありがとうございました。以上、ニュースをお伝えしました。